こんにちは、モーリーです。旅や自己投資ということで、今回は一生に一度は行ってほしい、実は日本からたった4時間で行けるモンゴルの旅、テルレジ編をお届けいたします。美しすぎる大草原、馬との大冒険、ラグジュアリーなゲルと、まさに一生に一度は行くべき大人の穴場旅行を体験してまいりました。ぜひ大画面でゆっくりご覧くださいませ。それではどうぞ。モンゴルはアジアの中央に位置する内陸国、ロシアと中国に挟まれ、世界で19番目に広い国土面積を持つ国です。広大な草原や砂漠、山岳地帯が特徴で、人口は約330万人と非常に少なく、ほとんどが首都ウランバートルに集中しています。歴史的に世界最大の騎馬民族文化を持つ国であり、さらに世界で最も古くから続く遊牧民文化があります。モンゴルの人々は遊牧民として馬を生活の一部として利用してきました。馬に乗る技術は世界でも屈指で、馬術競技やナーダム祭りでの馬レースはモンゴル文化の象徴とされています。現代においても多くのモンゴルの人々は移動しながら家畜を飼い、ゲルに住む遊牧生活を続けています。モンゴル、テルレジはモンゴルの首都ウランバートルから東北に約 70km 離れた場所に位置する国立公園ゴルヒテルレジ国立公園の一部で、標高 1600m 以上の高原にあり、モンゴルの大自然を楽しめる観光地として知られています。テルレジは公園内には険しい山々、川、森林、草原が広がり、多様な動植物が生息しています。特に岩山や奇岩が多く見られ、自然の造形美を楽しむことができます。テルレジの気候は非常に寒冷で、冬は厳しい寒さに見舞われます。夏は短いものの清々しい天候が広がり、観光に最適な時期なので、日本からの避暑としてもおすすめです。モンゴルへのアクセスは日本からも直行便が出ており、関西国際空港からはなんと4時間の近さです。テルレジのアクセスはウランバートルから車で約 1、2 時間です。多くの観光ツアーがあり、ウランバートルから日帰りまたは宿泊の観光が可能です。それでは雄大な大自然の旅を一緒に始めましょう。モンゴルテルレジに行く前はウランバートルの旅を楽しみました。こちら別動画で公開しておりますので、ぜひこちらも見ていただければと思います。都会的なモンゴルの旅がこちらで見れます。ぜひ。はい、それではここで今回の旅をサポートしてくださるスポンサーであるエアロの紹介をさせてください。今回紹介させていただくエアロはですね、全世界でなんと累計1000万人の旅行者がね利用してるんですよ。エアロがあればね、200以上の国と地域のデジタルデータをダウンロードしてインストールするだけで、飛行機がね着陸した瞬間にすぐにインターネットに接続することができるんですよ。空港に並んでね、新しい SIM カードをね買ったりね、旅行中に複数の番号を使い分ける、そんな必要もなく、めちゃくちゃ快適です。ローミング料金もねかからないんで節約できますよ。例えばね、実際に使ってみますけど、モンゴルだとこんな風なねラインナップになってまして、こうやって選んでボタンを押して買うだけなんですけど、例えば前に行ったグアムとかだったらデータ無制限で使えてここまで安いんですね。ここをねこう選んで購入するだけで簡単すぎます。もうね、海外のインターネットどうしたらいいんだとね悩む必要はないですね。で、この購入するときに割引コード、クーポンコードを適用っていうのがあるので、ここで割引コード3ドルの割引になるので、ぜひね僕の紹介コードモーリーを入れてください。このモーリーって入れて使ってみてくださいね。はい、こうやってコードが適用されて割引金額が3ドルとなりますね。いや、どんどんね旅しやすくお得になってますね。まさに旅の自己投資、ぜひ使ってみてください。はい、今回のねツアーとかいろいろ手配してくれているガラーさんに迎えに来ていただきまして、経営者友達のところに向かいます。日本車多いですね。ほとんど日本車です。ほとんど日本車ですね。ガラーさんといろいろ今回手配してもらいました。ありがとうございます。高知涼しくてめっちゃいいです。気持ちいいでしょ。気持ちいいですね。日本にいたんですか。大阪に。あ、大阪いたんです。僕神戸です。神戸。神戸です。
だから今回関西から来ました。関西国際空港から。何年住んでたんですか？7年間。あ、大阪に4年。3年は和歌山。あ、和歌山に。和歌山の新宮、超田舎に住んでまして。え、どこ？新宮。新宮ホテル川急とか分かります？和歌山のね。分かんないな。なんかもうすごい宮殿みたいなホテル川急は知りませんでした。ここは結構その雨降りっぱなしみたいな感じなんですか？それともそのなんかスコールみたいな感じで？まあ雨降ってもやんだりとかしますよね。あ、山の天気みたいな。そうですね。今年は雨が多いですね。今年は雨が多いみたいですね。その国会議事堂。あ、国会議事堂。このこれがチンギスハンホテル。皆さんはここに泊まってるんですね。晴れてきましたね。大事な時には晴れてくれるはず。めっちゃ綺麗なホテルですね。でちょっと階段登るとやっぱ息切れますね。空気が薄いんで。ここから毎日羊三昧だそうです。ボルトさん、よろしくお願いします。ボルトさん、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 おいおいおい、ホテル出るとこから渋滞してるやんけ。おいどないなってんねんこれも。あのグランバートから出るまでに1時間半かかる。どういうことですか？半端ねえな。半端ないっすね。おいおいおい、なかなかワイルドやな。大問題、大問題ですよね。こんなカーチェイスみたいなことも楽しめるんすね。スイカが売ってるんでスイカ買います。半端ないですねスイカ。旅塾投資言ってください。こっちから、はい、スイカは自己投資。うわ、草原やないですか。すごい、こうやって道端でスイカが売ってるんですね。日本みたいよ。How much? いくら？結構キトゥ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 キ測りあるんすね。きた、全然わからん。500円。これが500円。どうなんやどうなんやどうなんやこれは。これちょっと、これ安くならないですか野田さん。安くしていただいてなんかちょっと微妙な値段じゃないですか。草原で、草原でフリースティカーで。でかでかでかいでかい。52,875。2,334円です。どうなんや。安いんかどうかもわからん。これ買おうかな。これ。よし。しかし草原やな。半端ないな。この辺になるともう家も変わってくるみたいですね。ゲル地区みたいな。ゲルさんは買おうそう。オッケー。オッケー。ディスカウント？もうディスカウントとか通じへん。買っちゃいましたスイカ。モンゴルでスイカ。モンゴルは野菜ができないとかって思ってたけど、スイカも作れるんですね。
Thank you。 ね、普通はビーチでスイカ割りしますけど、もうそんな常識を疑っていけと、これから草原でスイカ割りすると、そんなことも教えてくれるんですね。モンゴルの旅はまさに旅は自己投資ですね。ゲルが見えますね。ゲル1個いけるか、半端ない。10万円え、ゲル10万円で買えたらしいですよ。どうすか皆さん、高いですよ。でトイレなんかも野ざらしじゃないですか。まあ穴掘って、穴掘って、スーパー来ました。走るって感じで考えて来ました。カルフール有名らしいですけど、僕知りませんでした。絶対知ってる。本当ですか、覚えてないだけ。おお、ウマいるじゃないですか。ウマは仕事してないですね。ウマいますね。こんなゲルチョコ、ゲルチョコ結構いってきます。880円。普通に日用品とかも全部売ってますね。物価は本当に日本よりちょっと安い。ちゃんとあります。こんなにでかいコーラが4389円、安いですね。めっちゃ買いました。僕はこの水とこれにしましょう。アフワリバシとかね、カシミヤが一番有名なの。一番有名。あとは何、鉱山とか。そうですね、こんだけ羊いるから、ね、羊も輸出してるんですか。ないですね。でもあんまりモンゴル産って聞かないですよね。観光産業、観光行けそう。どうにかその観光業、産業としてちゃんと頑張ってる。頑張ってますね。へー、もうコロコロ変わるんじゃないですか。山だし。渋滞してきたぞ。こんなとこで渋滞。はい、こっから国立公園なんでチェックをされますね。恐ろしい。バルカ王国に入るときみたいな感じやな。キトーク。この辺はなんか普通の家とゲルが混じってる感じですね。美しい。半端ないなこれ。こっからもっと草原が広がってくるんでしょうね。さすがモンゴルは、ね、人口密度が世界一少ないということで。うわ、あんなところにポツンと住んでる人もいますね。これお墓、それで仏像みたいなのがあるんや。え、こっちって宗教って何なんですか。仏教。あ、仏教、はい、仏教です。だから仏像があるんですね。半端ないっすねこれ。気持ちいい。バーバだ、バーバさん。いた、着いた。いきなり牛おる。牛じゃねえや、馬や。来た、半端ないっすね。テルリ、え、テルレジヒルロッチ。あ、これなんすか。ウェルカムバニュージュ、シソジュース。あ、シソジュース、シソ的なやつ。これほど甘さない。シソジュースいただきます。いないな。あったかいやん。じゃあ皆さん、あったかいんだ。お願いします。うまい。素晴らしいですね。ちょうどなんかちょっと前までめちゃくちゃ土砂降りの雨が降ってたらしいですけど、雨は今は止みましたね。でこっからね、晴れてくれて馬とかにもね乗れること期待しましょう。半端ないよ。おしゃれですね。
なんか繋がってる。さあ、着きました。すごい。こんな感じなんですね。めっちゃいいところやん。お。あ、停電してるんや今。雨で。晴れそうっすね。最高っすねこれは。おお、こっからの景色も素晴らしいっすね。こっから晴れると思うんでね、楽しみっすね。そしてこれです。なんか高級ゲルなんで、これシャワールームかな、それが一緒になってる感じっすよ。あ、独特な匂いがする。で、今そうか、停電してるんか。停電してるみたいですね。これちょっと電気が来てから撮るか。そうしますね。まあそんな何もないんでね、後で。あ、ちゃんとこれ靴を多分脱ぐ。あ、おいおいおい、めっちゃ雨降ってきたやんけ。いいぞいいぞ、今のうちに降ってくれ。あっち晴れてるから全部洗い流してくれ。ドラマに期待します。ゲルは自己投資ですね。これ今日3時瞬間取れたわ。これいくらですか。あの1万トル落ちて、1万トルぐらい。ロッジに雷が500円500円ぐらい。これいきます。火事だなって。私もビールスタッフがすごい勢いで出荷から、全部そのゲルも全部合う。これモンゴルの、モンゴルの酒です。ゴールデンゴビー来ました。あっ、こらこらです。いやいやいや、また泡だらけやんけ。どないなってんねん。またや、またこれですわ。多いな、さすが。またこれやな。じゃあ乾杯。今日はね、皆さんお疲れ様でした。お疲れ様。ちなみにゴルゴルゴル乾杯。あ、さすが。特等。ピースでいいかも。うまっ。ない。今の皆さん、うまいっすね、これ。やっとちゃんと入れれるな。ビーフのスープ。うん。リンカーンみたいですね。ま、ちょっとこう、辛い感じもあるけど。うん。うまっ。おいしいですね。おいしいです。うん。まあおいしいっすよ。最高っすね。あ、そうなんだ。うん、はい。確かにパクチー入ってる。パクチーで羊が。アジアンテイストっすね。うん。モンゴルっていうかアジアンですね。さあ、持ったところにね。うまい。羊をさばいたやつを食べれるかもしれないです。楽しみですね。いや、新鮮なのは多分全然違うかもしれないです。まあ、そうですね。ちょっと一回食べてみて。はい、お、言った。いや、食べてみて考えましょう。ちょっとだけっすよ。はい。まあ、何でもやってみて考えるみたいな感じじゃないですか。そこまで言われたんじゃ。はい。まずやってみる。羊は自己投資やね。嫌やな、さばくとことか。ほんまめっちゃ嫌やな。そう、苦手を克服してくれると。そうすればモンゴルまで来てこんな苦手を克服させられるって非常につらいですまあでも食べたらちょっと人生観変わるかもしれないですね。いや、めっちゃ美味しかった。今まで知らなかった。知らなかった人も美味しい。
確かに新鮮な羊って美味しい可能性はあるわけです。ありますあります。これはうまそうっすね。やっぱいただきます。チキンです。うん、うまい。コストやっぱ視聴者さんからもみんなに言われます、うん、ずっとマトンでミルクティーでおもてなしされてみたいな。全然違いました。先入観って怖いですね、うん、大阪のアフリカとかもそうじゃないですか。ちゃんと栄えてるとこはいっぱいあるけど、それと同じ感覚かもしれない。うん、吉野家の牛丼食えるという状態なのにイメージですね。はい、してます。それではね、改めてゲルの中をちょっと撮らせてもらいたいと思うんですけども、いやもうこれ説明するものもねほとんどないと思うんですけど、まあでもこの上に蛍光灯があって、まあ、中はちょっとね匂いは独特な匂いしますけど、まあちょっとやっぱあったかい感じがしますね。はい、それでこのサイドには黄色をクロスした感じになってるんですかね。これ折りたためるみたいな感じになってるんですね多分。でそこにこうベッドだったりとかソファーとかこういうデスクとかもありますね。そしてそこにはなんとケトルとかもある。なんて便利なんや、はい、これは何やろ。エアコンなんかありますね。謎の機種がこうやってコンセントもあったりとか、こうベッドサイドにはライトもありますし、まあ、ベッドサイドにまたコンセントもここにありますね。そしてここなんと快眠の枕がこう二重になって、なんて快適なんやっていう感じになってます。布団もあるし、で扇風機とかもあるし、いろいろ快適になってます。そしてなんとクローゼット代わりのこういうハンガーとか棚もあって、今もう荷物を置かしてもらってるんですけど、その下にも引き出しとかこんな感じでありますね。これはいいですね。そしてなんとまた一つ部屋がありまして、これはね普通のゲルだとないと思います。ここの高級ゲルだからこういったものがあると思うんですが、こんな感じで天井から明るい光が差し込んで、この洗面台ですね。洗面台になんと歯ブラシとかのアメニティもあって、コップもあって、そして水水道も使えるんですね。そしてタオルも用意されてて、なんとトイレもちゃんとありますね。外で穴を掘ってするもんかと思ってたけど、ここは高級ゲルなんでそんなこともないですね。ちゃんとシャワールームまであります。これならちょっとゲルは抵抗あるなっていう人でも泊まれるんじゃないですか。いや本当すごいですね。なんかただのテントみたいな感じじゃなくて、本当にしっかりと部屋になってるから住めるって感じですね。でベッドもちょっと座ってみよう。あー全然ふかふかやん。これは寝れるわ普通に。俺はいい。でちょっとこの外側を見ていくんですけど、外側もなんかこう絶対大雨が降っても大丈夫なぐらい囲まれてますね。そして入り口のところはかなりこう木でしっかりとねされたドアになってますね。これはいいっすね。もう安心っすね。いきなり羊に襲われることもないっすね。はい、そしてここが先ほどのトイレとかシャワールームのスペースになってるんですね。これはいいですね。そしてこの景色ですよ。素晴らしい。最高っすねこれは。まあそんなこと言いながらまだ電気通じてないけどな。夜までに通じるんですかね。さあ今から遊牧民のところに行くみたいですね。楽しみですね。そこでちょっと馬に乗せていただいたりとかしたいなと。馬いるやん。普通に乗ってるな。子供が乗ってる。草原パーティーとかしてる。素晴らしいっすね。車降りた瞬間にうんこ踏んでしまったけどな。取り損ねた。
めっちゃうまいいる。さあ大事なシーンでは腫れてきます。不思議とこういうことになりますね。ありがたいっす。あんだけ雷鳴って雨降ってたのに。おお、来ました。来ましたよ馬が。でこうモンゴルの馬っていうのはね、なんか普通の馬と違って上下揺れにくいから、なんかその昔そのね戦闘があった時にこう弓も打ちやすかったと、ブレずにこう狙えるので、それでモンゴルが強かったという説もあるみたいですね。お、飛び落ちこと。おお。おお。ちょっと挟まれたな。すごい。機材めっちゃ持ってるの。すごいっす。あ、絞ってる。めっちゃ絞ってますね。おお、すごいすごい。おお。おっと危ない。あ、そうか。で、これが本当の遊牧民のゲルですね。そこにちょっと訪問するみたいな感じですね。はい、これはね、僕が泊まってるゲルとはまた違うね、本当に遊牧民の方のリアルゲルっすね。はい、ちょっと入ってみます。ちょっと入り口がねこう小さい感じですけど、この下のここを踏んではいけないみたいな感じのなんかマナーがあるみたいで、なんだろうこの少々アルプスの原型っていうのがなんかよくわかります。すでにもう入ってるんですけど、あーすごいすごい生活感が感じられる。え、普通に冷蔵庫とかもあるやん。すごい、ちゃんとなんか、普通の家って感じですね。で、こっち、この右側が、この家の方の位置で、お客さんはこう左側に入るみたいなね、ルールがあるみたいですよ。これ何なんですか？おかしい。これ何ていうのおかしい？椅子用意してくれましたね。うん、うまいっすか。それじゃあ馬乳酒いただきます。あ、めっちゃ酸っぱ、めっちゃ酸っぱいやんこれ。乾燥してるけど味はヨーグルト。これは酸っぱいですね。これは、だんだん慣れてくるって感じ。まあ、馬乳酒っていうのか酒っていう感じ入ってると、超普通に乳酸菌って感じ、乳酸菌飲料みたいなのちょっと酸味が強めな感じですね。その後にミルクティー。あ、はい、うまい。皆さんどうしてますか？豆乳みたいな感じじゃん。フレッシュバター、珍しいから癖のあるの好きですよね。皆さん全然癖ない、僕は、ミルクティーが一番癖がなくてよかったです。これバターなんか、バター素朴でなんか後味が、これがガチのフレッシュバター、やっぱこう美味しい。これはうまい。ナチュラルですね。これそんなそこまでそんな、そうですね。正直ちょっとちょろっとでいいかなみたいな。これが牛乳酒か。めっちゃ透明やな。牛乳のイメージはないな。さあ牛乳酒いただきます。ああ、でも日本酒とはちょっと違うな。違う。酸っぱいお酒って感じですね。あ、でもうまいですね。なんかと合わせたい。酸っぱいですね。全体的に酸っぱいですね。右手で。右手で。右手で。こうね。うん。こうですね。その時、さっき最初のこれ、こうして、食べる。だから、すいませんっていう。こう。はい。あ、普通に取っていい。はい。乾燥ヨーグルト、初めてですね。いやいや、硬いな。そんなことないですか？
夏は無理的に。めっちゃ硬い。自分の歯は折れそうだ。そうやもんな、もう冷蔵庫ありますからね。しかもこれ冷蔵庫。あ、でもうまいな。電気引いてるから冷蔵庫が。うまい。こっちはちゃんとこのキャンパーが電気あるけど、向こうは太陽パネル使って電気。そういう話ちょっと配信したかったな。それすごいですね。そうなんや、なるほどね。太陽光でね、発電して。前はその私ちっちゃい頃はみんなろうそく使ってたけど、今最近いう部分みんなそういう太陽パネル使って。しかもまあ、この季節ごとにね、そのゲルって移動するんですけど、その移動するときは車とラクダで移動するみたいです、半端ないです。自然の神様。むちゃくちゃみんなバニオシ飲みますね。半端ないですね。貴重なんですね。まあ、そのミルクと同じですよ。はい、それでは今から僕も乗りたいと思います。民族衣装貸してもらいました。ドロコシンシャンシャンビッグ。ドロコシンシャン。おー、乗りましたよ。おー。おー。OK! ゴーストを映しまうみたいな感じじゃん。ちゃんと待てって言ったらちゃんと待ってくれてるね。馬の上からチャンネル登録よろしく。あ、こっち回したままやった。すごい、こんなすごい崖も通れるんですね。こんな斜めのとこ通れるんだ。めっちゃ斜めや。おめっちゃ急。おすごい、半端ないっすね。めっちゃ走ってきた。ここは無理ですよ。すごい、こんな泥道を。すごい、こんなところ。めっちゃすごいですね。こんなところも馬の力を借りて行ってくれるんですね。あっちや、牛かな、あれ牛
牛がいますね。また水を通ります。これはいい、牛もいる。いい感じ。めっちゃ似合ってます。うん、半端ないです。街中歩いてる。サイマンのこんにちは。日本で全然これで通用しますね、森岡さんの場合。はい。今もう自分で馬を操縦してます。最高でしたね、本当に。いやー、これは価値あるわ。これするためだけにモンゴル価値あるな。最高です。まさに旅味こと食ね。いやー、天気はね、最高の状態ではないですけど、これはね、一生に一度やらないといけないですね。間違いないですわ。モンゴルやばすぎっすね。はい、38,000 トゥグルグなんで1677円でこんな体験ができました。やば。トクトイ、トクトイ、トクトイ、トクトイ。ああ、動かしちゃった、ごめんなさい。運動しましたからね、馬乗って。うん、お時間よ。あ、楽しみですね、マトン。ようやく初マトンやな、待ちに待った。あ、ラムか。これはマトンですね。そう、楽しみですね。やっとモンゴルに来て初めての羊。うまそう。いただきます。チキンやな。うん、めちゃくちゃうまいやん。うまい、うまい。うん、マトン最高。うまっ。うん、これを求めてた。これは明日楽しみやな。おいしい、おいしいっす。めちゃくちゃうまいっす。うまっ、うん、うまっ。羊うまいわ。いや、めちゃくちゃおいしいっすね。あとめっちゃうまい。ビールにも合う。いや、羊うまい。めちゃくちゃ美味しかった。味付けも素晴らしい。チキンがこんな感じですね。めっちゃうまそうやん、これ。1時間遅れてるけどな。まあ、時間かけただけあって、うまそうっすね。わお。まあ、これ、俺食べへんけどな。チキンいただけるみたいです。マトンは食べ終わったんで、チキン。チキンとマトンどっちがやってる？でもマトンの方がうまいな。お、マジっすか。うん、マトンの方がうまいっす。うまい、うまいっす。うん、マジっすか。ほ、うんと、みんなモンゴルまで来てるのに、なんで食べるチキン、口で食べる必要あるかね。チキンですよ。ごもっともです。マジで。ごもっとも。めちゃくちゃうまいですよ。ごもっともです。味付け。マトンラーメン出してほしいな。やったことないし。美味しいよこれ。なんですかこれ。まあ、興味ないのに、はい、野崎さんの、うん、これ何これ、何ですかこれ、はい、うまいけど、美味しいけど何かわからん。パーティーやるか。うん、あ、またこれレーズンもあって、まあ、うまいですね。謎ですけどうまいですね。はい、今朝の7時54分、シャワーを浴びて、おお、すごい、コンドルがいます。
すごい、めっちゃでかい。はい、それではね、朝朝食なんですけど、なんとビュッフェ形式になってるんですね。なんかチャーハンとかいろいろありますから、ちょっとだけ映像だけお見せしますね。結構取っちゃいましたね。味噌汁も飲める。味噌汁をフォークで飲むという、いや、スプーンでいいか。これで食べます。こっちですね。この上に、うん、味噌汁うま。これ味噌も作ってるんですか、こっちで。日本から仕入れてるんですか。うま。味噌味噌おいしい。うん、日本思い出しますね。まだ2日目やけどな、3日目か。ここは韓国人とか日本人が多いから味噌汁が出るとありがたいですね。謎の一品。うんうん、ハッシュドポテトみたいな。うん、うまいっすね。ここご飯うまいっすね。日本人の舌に合う。さあ、今日は雨止まないですけど、今からなんと羊をさばくところを見せてもらって、そのまま羊をいただきたいと思います。めっちゃ楽しみですね。それにしてもね、昨日スーパーで買ったカップ麺とか水全く意味ない。ただの無駄遣いです。あとスイカ買ったの忘れてました。どうですか。さあ、あんなに土砂降りが降ってたんですけど、ここに来ると雨が止みました。よかった。はい、この羊の中の1頭でしょうか。なんと1万5000円で買うことができます。貴重な体験ですね。これじゃなかった。中に手を入れて、で、その中に電脈があるので、それを押します。はい、で、そもそも何とか早めにやらないと、はい、羊が苦しみ、あ、はい、はい、はい、で、その動脈を開けると、簡単に、これはもう、昔は昔からのやり方なんですね。あ、そうなんですね。これでもう一回ですよ。これでもう、はい、もう鍛えたわけですね。はい、そうです。でもこういうのを見ると、やっぱ大切にいただかないといけないなっていう気持ちが強くなりますね。さっきまで生きてましたからね。だから血が流れる。そうです。全然流れないです。そうですね。その家族の人数によって、うん、まあ大勢の家族だったら週1回。週1ぐらいですか。うん、あ、この血を今からこの作って出す。真っ赤だ。血は真っ赤ですね。
これはこの血は何か食べるんですか？そう食べますね。ああ羊の血、はい、この血も調理して食べるらしいです。やっぱ腸詰めとかにしてるんですか？どんな風な料理するんですか？腸を詰めて、うん、そう、茹でて食べる。これやっぱり大体こうさばき方は親から教えてもらったりするんですか？そうですね、確かに親から知ってな。モンゴルはもうすでにある程度さばき終わってる。残すわけにはいかないですね。乾かすために吊るしてるんです。そうです。それから調理する。これで終わりです。ありがとうございます。ありがとうございます。解説ありがとうございます。素晴らしいものが見れました。やっぱり諦めてはいけないですね。晴れてきました。奇跡です。なのでもう一回乗馬したいと思います。今日はい、今日もちょっと乗馬を楽しみます。乗馬でちょっと今日は別のインタビューを受ける感じですね。めちゃめちゃ密集してる牛の群れがいますね。まさかの株価が今日暴落してて緊急で仕事してますね。そんな人いるんや。これに乗るかな。白い馬がいいって言いました。攻めてきたんかと思った。これに乗ります。頼むで、今日も頼むの。さあ今からインタビューをさせていただきます。今日のゲストはモーリーチャンネルの代表である、モーリーさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや今回ですね、旅は自己投資のモーリーさんです。怖いんですけど。すごい。いやースーツが泥だらけや。もう皆さん、私の人前がどうだらけになりました。いやそれでもね、毛利さん、我々もね、やっぱり視聴者にね、はい、いい動画届けたいから、はい、スーツ泥だらけしてね、そうですね、撮ってるわけですよ。そうですね。もうそれはもう今の YouTube においては、もうそういうのは絶対やらないといけないですね。もうただただ撮って出しましたみたいな動画は、うん、はい、もう伸びない時代なんで。そうですよね。そうですね。やっぱり唯一無二で、うん、まあ、本当に視聴者さんに、うん、もう本当の意味で満足していただける。なるほど。そんな動画撮らないとやっぱ生き残れないですね。それを継続していくっていうことがどれだけ大変かということは、私もチャンネルをこうやってるので分かるんですけど、大変ですよね。そうですね、まあ多分 99% は継続はできずにやめてしまうと思いますね。まあ普通に便利なんで、旅するにはもうこれ着るとめっちゃいいですね。それむっちゃ便利そうですね、はい、なんか内ポケットめっちゃついてるじゃないですか。パスポートここ入ってたりとかね。モーリーさんにとってモンゴルってどうですか？いやもうやっぱりモンゴルって、まあ、僕も来るまでは本当に身近ではなくて、うん、もう一層に一回も行かないんじゃないかなぐらい、うん、なんか結構その果ての場所というか、うん、そんなイメージだったんですけど、一人でも多くの人に体験してほしいですね、うん、そんな別にハードル高くないし、うん、治安も悪くないし、うん、日本語ね喋れる方も結構いらっしゃいますし、うん、新日なんで、うんうん、これは来てほしいですね。しかもこの今日本は真夏で40度超える暑い日とかって言ってるけど、こっちはね、十何度とかでめっちゃ涼しいんで、うんうんうん、夏おすすめっすね。でも馬はねすごいんです。これ結構足場の悪いところも全然スイスイ歩いていくんですよね。すげえな馬。なんか馬も10万円ぐらいで買えるんですよね。馬は1頭10万円で買えるらしいですね。下手な投資するより馬買う方がいいかもしれない。本当ですか？馬は自己投資。かっこいい。出た出た。僕のまあ仕事のスタンスとしてはやっぱ自分が楽しいと思えることを仕事にするみたいな感じなんで、まあそこは守りたいなと。そうじゃないとやっぱりね精神的に疲弊してしまうんで、
最高っす最高っす最高馬は自己投資すごいっすね馬は自己投資来ましたねおお大丈夫です OK 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 モーリーさんのでも今動画すごく回るようになってるじゃないですか、はい、じゃあ例えばこうモーリーさんの動画チャンネルに広告載せてほしいとか、はい、そんな依頼があったらモーリーさんにお願いしたらやってもらえるんですか。あ、もちろんです。最近そういった依頼もやっぱ多くて、お宿さんがその宿取ってほしいみたいな、うん、取材込みのもありますし、まあ、例えばこのカメラを単にその動画の中に1分間ぐらい、うん、その CM みたいな感じで差し込んでほしいみたいな、うん、まあ、それもその撮影が伴うか伴わないかとかで相談させていただいて出していただくと。で、1回出していただいたらもうあとは同じやつを例えば毎回その差し込むみたいなのもありなんで、うん、まあだってモンゴルなんかも正直来ないと全然わかんないですもんね。そうですね。だから本当にモンゴルって多分想像で、まあ、まさにこれが多分想像の感じだと思うんですけど、はいはい、でもウランバートルはねもう大都会だと思うんで、うん、まあ、あんなイメージって普通の人は持ってないと思うんで、うん、しかもこのリゾートロッジ、うん、リゾートゲルってちゃんとシャワーとかトイレもついてて、あ、そうですね、うん、結構清潔ですよね。そうですね。もうトイレとかも穴掘ってみたいなところで、そこで過ごすのも一つ全然いいと思いますし、うん、でもやっぱそういうのは苦手だから行きたくないっていう人は、うん、ちょっと調べてみるとそういうちゃんとトイレもシャワーもちゃんとお湯も出る、うん、ね、素晴らしいあのゲルもあるんで、うん、幅広いですね。今回じゃあ毛利さんはそういうその穴掘ってみたいなところも行かれるんですか。行くんじゃないかなと思ってますね。今回旅程の途中で聞いてるとゴビ砂漠も行くと。そうですね。明日からゴビ砂漠です。ラクダ乗るんですか。ラクダ乗ります。それはエモいじゃないですか。はい、なんかラクダ乗って旅は自己投資というわけですか。そうですね。圧倒的に自己投資してますよね。はい、やっぱ砂漠とかもね、普通は一緒にいつも見ずにみたいな感じですけど、うん、意外とこうモンゴル行くと簡単に見れるんだなっていうところをお伝えしたいですね。何時間ぐらいですか、ウランバートルから砂漠って言ったら。でも国内線で、うん、多分1時間もかからなかったと思うんで。あ、飛行機で行くんですね。はい、飛行機で。西ですね。そう、西側に。国内線があるっていうのもね、やっぱ普通知らなかったし、うん、それもね、もう一生に一度経験できるかできないかですよ。いや本当にね、はい、こんな雨に打たれながらスーツ着てね、はい、あの馬に乗れるなんてね、一生に一度あるかないか、もうないと思います。そうですよ。スーツなんてダンカーさんなんて買えばいいんでしょ。あ、そうです。だからスーツはダンカーさん買ったらいいんですよ。お金出せば買えますけど。そうそう。これ雨でスーツで乗るって経験はなかなかできない。確かにね、雨でこのテレルジ国立公園でスーツでネクタイ締めて乗るって多分できないですね。これ一瞬ね、こう最悪やと、スーツの最悪やと思うことも、うん、でも後から考えたらめちゃくちゃね、良かったなと。あれやって良かったと。いやほんまね、あの最悪ですよこれ今このびしょ濡れでどうしようかなって。この後僕もうスーツモンゴルでは着れないんじゃないかなって、はい、まあでもこれがね、うん、後で良かったと。はい、そんなことも教えてくれるんですね、このモンゴルの旅は。いやうまい、さすが。まさに旅は自己投資。かっこいい、来た出ましたね。決めちゃいましたね。半端ないな。いやもうびちゃびちゃやんけ。でもこれもいいっすね。これもなかなか経験できないですね、雨の中。いや普通にね、本当に馬で旅したらこういう濡れるシーンもあるでしょうからね、それを体験できたと。そんなことも教えてくれるんですね。まさに旅は自己投資。いやこれぞまさに旅やな。どうなるか、もうここまで来たら楽しみましょう。めっちゃ平国な。対談をした。対談しました。辛さしかないよ今。ほんまに。おおおお、亀の石が見えてきた。すごい、こんな道のりを
歩いてきたんですね。いや歩いてないよ今のおかげ素晴らしい。今のなんかゴールってなかった。どこがカメなんや何がカメなんや。はい、ここで一旦休憩です。休憩って言っても別に雨宿りができるわけじゃないんやけどな。びしゃびしゃ気持ち悪くないです、うん、気持ち悪くないけど早く帰って寒いめっちゃ寒い。森に入っていきます。見通しが甘すぎたなやっぱり。うおお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 いや馬でもすごいっすね、うん、いや本当に馬の力すごいわ。すごいわ。いて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 足が挟む。あと進んでくんやからすごいわ。わここいいっすね。なんか、うん、旅感ある、うん、森って感じっすね、うん。雨降ってるから最低ですよね。最高ですよ。最高っすか。旅感ある。旅感ありますか。はい。旅してる気分や。いや旅みたいな。もうここまで来たら、うん、いいじゃないですか。まあそうっすね。もうここまで来たらいいっすね。そうそう。ここまで来たらもう。はい、これはせよ私は。一緒やと。どこまで行っても一緒や。ここまで来たら。まあでも。こうなると普通に予見できてたから。そうっすね。一瞬の晴れやったはずやから、ね。多分分かってましたよね。そうっすね。分かっててやってますねこれ。そう。だからもうみんなどっかでは受け入れてたっていうことですね。そういうことですよね。そんなことを教えてくれるんですね。そんなこと教えてくれるんです。僕でもこんなにいたらなると思ってた。飛ぶ声があるみたいな。もう何事でもね、選択した時点でこうなることも受け入れてたと。そうですね。いうことですね。最悪の結果を受け入れてトライしてるんで、うん、そうですね。もうそれ受け入れられんかったらやらないですよね。そもそも。そうっす、うん、そもそもモンゴル来てないっす。そうそう、モンゴル来た時点で受け入れるんで、うん、いやー来てはどこに加盟してがあるの。よいしょ、あげる。こうやってちゃんとついてくるんですね。なんとこれが亀の岩と言われる岩ですね。すげえ。半端ないっすねこれ。スケールがすごい。これは多分カメラで見るよりも実際に見に来てもらった方がいいと思いますね。ああ、ここまで馬できました。うせやけどな、途中まで来ました。ありがとうございます。ああそこにあるってか。ああすいません、ありがとうございます。さあ今もう3時なんですけども、3時19分ですが、ここでまたここでさっきさばいた羊いただきたいと思います。失礼します。おお、もうなんか鍋みたいになってる。しかもなんか、
一人一本。うまそうっすね。これは楽しみっすね。こんな経験なかなかできないですね。うまそう。おお。おお。わお。おお。これはうまそう。いや、感謝していただきたいですね。本当に食事をするってことはそういうことですね。いやいやいや、どこでインタビューしてんねん。今回沢村師匠はモンゴル最高ですか。こんなところでインタビューするんですね。半端ないっすね。皆さん今日はですね、このいただきますね、これ羊料理レバー、レバーいただきます。いやでも、ひどい話だ。うまい。しかも関与した M&A の専門家の名前まで、名前とビール持ってきたらよかった。公表されてる。これどうなんですか。これビール持ってきたらよかったな。めちゃくちゃうまい。やっぱ新鮮なレバー美味しいですね。ありがとうございます。一切臭みとかね、ないですね。いや、こんな食べてる横で M&A の話してるけど、どういうこと。これが外れるかどうかってことはなんかないから、これは羊のスープですね。スープいただきます。うわ、これもめちゃくちゃうまいな。美味しい。こっち肝臓いただきます。ちょうど売りて買いで、うん、売りて灰を食べます。ありがたいですね。まあ、ここはですから、ちょっとニュートラルな目線で、ね、助言してくれるところに相談するってのすごい大事かと思います。これはもうあの血ですね、血管流れてる。先ほど出ました、雨だから血、ね、って食べれるんですね、はい、美味しいですよ。そして美味しいパワーいかもするまあ、今日はね、うん、行けます。行けなかったですか。行けなかったです。正直すぎる。今日これ食べて、しかも生きていけんみたいな感じで考えると食べれますね。これなんすかね。これ結果、ね、これマジハンバーグです。いや本当に、いや本当ちょっと普通にうまいですよ。やったー、さすがガラーさん。やったー、いやー嬉しいっすね。かぶどい、と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 ぶどい、大草原からビール飲みたいって言ったらビール出してあげるからね。完璧っす。さすがです。最高。じゃがいも食いたい。ちょっと、でもあれもなくて、あれ通じて日本だから最高っすね、これ。これがモンゴルか。初演がずっと消えてるんですけど、羊とね、じゃがいもと人参をこう石焼きで煮込んでるみたいな。あ、すごいですね、熱いですね。はい、なんかこの石を触ると疲れが取れると。そう、だから温まる。今日の乗馬の疲れが見えますね。そんな知恵がモンゴルではねあるんですね。じゃあちょっといただきましょう。いただきます。うまそう。いやもうプルプルやな、これすごっ。味付けなんでないんですか。塩だけ。あ、塩ほんとに。あ、これはこれは絶品ですね。これはうまいですね。いや、これはうまいですね。羊とかわかんないですね。これはめちゃくちゃうまいわ。やば、これはうまいですね。白いのは油なの。はい、ちょっと来てもらって。あ、これもうまい。いや、ていうかもう羊感がないな。ごちそうやな。ガラちゃん、レストランに出たらもうガラちゃん。うん。
ちょっと撮っていきましょうか。どうやってはい、どうぞ。ビールとも早期そばに入ってる肉に似てる。皆さんね、離島好きだと思うんで、モンゴルでも離島感が味わえるとお得すぎるな。あとこの食べる部分ね、全く捨てるとこはないって言ってました。全部食べれるって言ってました。ちょいちょいと旅は自己投資的なこと言ってるな。旅は自己投資。マトンが全く食べれないって言ってた方も全部食べれると言ってますね。はい。はい、モンゴルに来て羊が好きになった。好きになった。人生は変わったっていうことですね。旅は自己投資。来ましたね。旅は自己投資。飛び打ちかどうし、日経平均めっちゃ暴落してるじゃないですか。はい、正直もうむちゃくちゃ気分悪いんですよ。いや、そんな株に投資せず、株式投資とかそういう暇あったら旅に投資するとこんだけ成長できるんですよ。旅は暴落しないですね。旅は暴落しない。株は暴落するけど旅は暴落しない。旅は裏切らないです。いや、今ここね、遊牧民の方まだ何も食べてないですよ。でみんなでね、食べないかっていう話もしたんですけど、まあ、先に僕たちをおもてなししてから食べると、まあ、そういう文化なんですね。素晴らしい。おもてなししてますか皆さん。考えさせられますね。バニューシ2回目いただきます。いただきます。でもオーディさんみんなにも入ってくるから、酸っぱいっすね、うん、でもなんかこのバニュー酒はなんと皆さん飲んでるあのカルピス、これをヒントに作られたらしいですよ。半端ないっすね。どこでビジネスのヒントがあるか分かんないっすね、うん、そんなことも教えてくれるんですね。モンゴルの旅は、旅は自己投資ですね。出た、自己投資。あ、でもなんか昨日より飲めるようになりますね。やっぱだんだんモンゴリアンになってきてるんですね、体が、うん、適応していってる。多分血食べてないから、まだモンゴル。え、血食べた、モンゴル。俺食べモンゴルの血が。じゃあ食べモンゴルの血が。じゃあ行けます。俺昨日飲んだけど美味しかったよ。え、本当に？あ、いけるいける方です。ちゃんと。まあ、子供たちも食べるんですね。素晴らしい。子供にとってもごちそうですね。子供たちと一緒にいただきます。失礼します。すごいですね、完全無視ですね。完全無視やな。3倍の完全に目合わせてくれないですね。はい、おいしい、おいしいね、おいしいね、おもてなし受けてますね。旅は自己投資。イエーイ、イエーイ。子供たちも仕事してますね。ビジネスですね。でも素晴らしい、素晴らしいですね。いい体験していただきました。カルサ、おお、こんな可愛い犬もいるやん。おお、モンゴルにもこんな可愛い犬がいるんですね。半端ないな。震えてるけどな。おお、逃げられた。はい、今回の先ほどの羊をさばいて料理してくださったのと乗馬2時間で107000トゥグルグ、107000トゥグルグでなんと4700円。すごいな、ご飯だけで4700円でいいぐらい。乗馬2時間込みですからね。料理の値段はさばくのも含めて2000円ぐらい、2、3000円で食べてますね。半端ないですね。お、なんか相撲が始まってる。まだ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 。めちゃくちゃ強い。めちゃくちゃ強い。いや、波じゃないで今の。グッ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 
はちょっと新一の YouTuber 森岡さんこれは面白いさっきは良かった気がする。さっきは残ったガッめっちゃ強い強すぎる強いいや、この人ほんま強いマジで怪我する強さやフルーチュアスタデーはいブーブこれはジャパニーズ相撲レスラーなのにまずは、まずは見合う感じで寿司パッさん大丈夫ですか東野崎山野崎山ほら東野森乗って乗って、はっきょーい、乗った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 、さあこれは負けたらあかんでしょめっちゃ度胸悪いよこんなお前向かってくるな本気でいきますよ本気いっていいですか15歳小さいけど案外強いかもしれないなはっけよーい残った来い来いおお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 リーチが違う。あーすなめちゃくちゃよお前強いよ相撲の経験がある野崎さんに対してもモンゴル人は強いっすね。今日馬引っ張ってくれてたから。しかもみんな勇敢やな。はっきょーい。残った。残った残った。残った残った。おおおいやー。モンゴル人すごい強い強いわ俺も息切れてるよねありがとうございましたありがとうございました誰やありがとうありがとう飛び落ちこと連発しすぎやバイバイバイありがとうございますありがとうございます飛び落ちこと飛び落ちこ同士でありがとうございますまた後ほどお会いする感じですけど僕だけ先にウランバートルに戻りますいやーすごい旅でしたねありがとうございます
別でしたけど、めちゃくちゃ充実してました。この絶景と乗馬、そして相撲、サバゲ、羊、素晴らしかったです。モンゴルテルレジの旅の後はゴビ砂漠の旅を楽しみました。こちらはテルレジよりもさらにモンゴルの大自然に踏み込む素晴らしい内容になっております。別動画で公開させていただきます。テルレジ最高だったな。今回紹介させていただくエアロはですね、全世界でなんと累計1000万人の旅行者がね利用してるんですよ。エアロがあればね、200以上の国と地域のデジタルデータをダウンロードしてインストールするだけで、飛行機がね着陸した瞬間にすぐにインターネットに接続することができるんですよ。空港に並んでね、新しい SIM カードをね買ったりね、旅行中に複数の番号を使い分ける、そんな必要もなく、めちゃくちゃ快適です。ローミング料金もねかからないんで節約できますよ。例えばね、実際に使ってみますけど、モンゴルだとこんな風なねラインナップになってまして、こうやって選んでボタンを押して買うだけなんですけど、例えば前に行ったグアムとかだったらデータ無制限で使えてここまで安いんですね。ここをねこう選んで購入するだけで簡単すぎます。もうね、海外のインターネットどうしたらいいんだとね、悩む必要はないですね。で、この購入するときに割引コード、クーポンコードを適用っていうのがあるので、ここで割引コード、3ドルの割引になるので、ぜひね、僕の紹介コード、モーリーを入れてください。このモーリーって入れて使ってみてくださいね。はい、こうやってコードが適用されて、割引金額が3ドルと。なりますね。いや、どんどんね旅しやすくお得になってますね。まさに旅の自己投資、ぜひ使ってみてください。いかがでしたでしょうか。日本からたった4時間でモンゴルに着いて、数時間車を走らせれば全く日本とは異世界の大人の穴場体験ができるテルレジ。日本に足りないものを感じながらも日本の良さを改めて感じることができる、まさに一生に一度は必要な体験ができたと思います。ぜひ皆様も足を運んでいただければと思います。このような動画をもっと出してほしいと思ったら、皆様のいいね、コメントをお願いいたします。メンバーシップではここでは絶対に言えない旅の裏話や近況報告などをさせていただいております。メンバーも続々増えておりますので、皆様の参加をお待ちしております。 LINE 登録でお得な情報を配信いたします。登録お願いします。僕と一緒に仕事したい方はぜひ気軽にメッセージください。詳しくは概要欄をご覧ください。人気のキルリュック、モーリーショップで買えます。旅行にめちゃくちゃ便利です。皆さん旅行行くのにキルリュック使ってますか。これ今僕着てるんですけど、見てください。これパッと見そんななんか物入ってるように見えないですけど、実はめっちゃ物入ってます。財布はここに入ってますし、名刺、パスポート、イヤホンも必要ですね。急にスイッチやりたくなったら任天堂スイッチあります。で、対戦したいなって言ったらもう一本入ってます。それ入れても薄いんです。そして鍵ね、車の鍵つけたりとか、財布だったりとかも入れることができます。財布何個入れんねんって話ですけどね。そして外側にももちろんポケットも2つついておりまして、除菌シートだったりとかも入れれますし、なんと後ろにですねペットボトルもですねこう入れることができるんですよ。これだけでもめっちゃ入れやんって思うけど、なんとこの後ろにですねパソコンまで、ね、こ
これだけ物が入ったらもう旅行先でご飯食べに出かけよう。でもスイッチやりたいかもしれんし、仕事ももしかしたら入るかもしれん、喉も渇くかもしれんみたいな、そんな心配性なあんたでも全部入れていきます。リュックとか背負ったらやっぱスリにあったり怖いじゃないですか。キリュック、旅行する人には絶対必須です。旅は自己投資。キリュックベストの新作キリュック2も出ました。ここにはポケット追加されまして、さらにサイドファスナーだったりとか隠しポケットも追加になってめちゃくちゃパワーアップしてます。肩幅も細くなって女性の方でも着やすくなってます。ブラックとネイビーどちらか好きな方どうぞ。タピオチコ投資。僕のことをもっと知りたい方はサブチャンネルもチェックをお願いいたします。